が始まったよ。都中の妖怪たちが出てきてるみたいだ。賑やかだな。栄光を取り戻すためには失われた伝統を復活させ天下百鬼に呼びかけねばならん。どうやら誘われたのは私たちだけではなく目障りな奴らも来ているよ。あれは開国の汽船か。リアスに異変が起こり、運命がその定めに向かって流れ始める。鬼王の宴が幕を開ける。深地で不可視であった天命、鬼王たちが都に集った。誰一人としてその定めから逃げることはできない。百鬼夜行、その宴に集う鬼たち、ついに鬼族の未来が決まる瞬間が訪れた。鬼王全員が集うこの場において一体どのような面白い余興を見せてくれるのか。何があろうと義手は用意しておかねば。来るぞ。鈴鹿山前代の主、鈴鹿御前。大江山の鬼王から酒をもらえるのは嬉しい。今はそんな気分だ。勝てば官軍、負ければ賊。我々を許してくれなくてもいい。責任から逃げるつもりなどない。だが教えてくれ、我が鈴鹿山には一体何が起きていたのか。
ほう、鈴鹿山か。面白いこ。鬼王たちが集ったこの場で、定めた運命を変えられなければ、異変が訪れる。でもお前たちの運命ここで見せよう。これは止めることができない。大竹丸、もう一度会うまで。何をした？彼を生かしては危険だ。